どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ルイージマンション3やっていきたいと思います。今日は13階ジムフロアをクリアしていきたいと思います。では行きます。ここ床落ちるんですけど気にせず行きます。電話も鳴るんですけど気にしない。もうクリアが目的なので、もう宝石がコンプリートする動画上げましたので、もうサクサク進んでいきたいと思います。でここ先進もうとするんですけど鍵がないのでいけない。さあどうしようかと考えていたところ、なんかボールが飛んできた、穴開いた、見てみよう。まあ見てみるとボスお化け、マッチョなボスお化けがいます。いやーこのルイージマンションですね、ボスお化けがとても元気ですね。お化けなのに、あー、いい敵が現れた、倒そう。はい、鍵ゲットです。先進んでいきましょうか。はい、先に進むとこの金ピカのお化けがいますね。こいつがですね、隠れちゃうんですよ。でここに吸盤ショットして引っ張って A でぶっ壊してお化けが出てくるんで、とにかく倒す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 ぶっ倒す。先進んでいきましょうか。で次がちょっと難しい、なんかこう丸い円形のなんかこう重りを持ったやつがいるじゃないですか。こいつなんかボクシングやってるようなボクサータイプのやつがいると。で円形のやつがこうなんか投げてくるんですよ。こうまあ今投げないな、まだ投げないな。ちょうどこのなんか壊れたようなところ、壊れた床のところに誘い込んであげます。で投げてきたところに当てる。あのなんかこう円形の鉄の塊をお化けに当てるんです。この状態ですね。で倒す。もう一回ぐらいこれをやってあげます。で困ったらですね、ここでハートがいつでも出せるのでこれやってみてください。おすすめです。さあこいさあこいさあこい、はい、これ でこのね円形のところにいるとやっぱダメなんで、ダメっていうか飛んでくるんで、鉄のところが。この真ん中にはね、あんまりいない方がいいと思うんですよ。で、こいつは普通にもう倒せるので、倒していこうと思いますね。さあ、来い、さあ、来い。来い、来い。さあ、来ないか？倒しました。では先に進んでいきましょうか。でここなんですけれども、先に進もうとしてもやっぱりこう鍵がないと先に進めないという形になってます。でどうすればいいかというと、例えばこのランニングマシンでこう満タンになるまで走ってみて、あの光ってるところがですね、で運が良ければ鍵が入ります。このランニングマシンとか自転車のマシン、まあ、どれで鍵が出てくるか分かんないんですけどね、繰り返してください。ランダムです。はい、続いてなんですけれども、鏡がある、そしてマットと鏡に映ったポスターがあります。でこれこう対応するもマットとポスターがありまして、例えばちょっとここら辺に鍵を持ってきてやって止めてあげると、で、この
ポスターと、このポスターとこのマットが対応いたします。で、このポスターと、このマットが対応いたします。で、いいですかね、対応するマット、この2つ、開いている、あ、マットとポスター開いている、で、こちら2つ、閉じている、この関係にあります。これを3列全部作ってあげます。はい、ちょっと待ってくださいね、説明が下手でごめんなさい。今回ポスターはどちらも開いておりますね、なんでマットもどちらも開きます。次、これ壁に吊ったポスターをね、とマットを対応させるのでちょっと難しいんですよ、上下関係が。はい、で、このポスターとこのマットが対応します。ポスターは閉じているのでマットも閉じてみましょうか。そうするともう開くんじゃないでしょうかね。あ、開きました。はい、ポスターとマットの関係をね、まあ一致させてください。さあ行きましょうか。お、大丈夫ですよ、もう絶対落ちないので。はい、でこの宝箱を開きましょう。はい、鍵が現れます。さあ行きましょうか。大丈夫ですよ、ここ絶対落ちないので。さあ行こう。で、鍵あるんでここで進もうとすると敵が現れます。大丈夫、そんな強くないから。行きましょうか。で、入ると皆さん大好きシャワールームですね。まあ煙でね、ちょっとよくわかんない状態になってます。で、見えにくいんですけど、ここに蛇口があるんですよ。こいつを吸って蛇口を回し、シャワーを止めてください。これを3つ繰り返す。で、ここはカーテンで仕切られているので引っ張る。で、これ蛇口を回す。そうすると煙が消えますので倒す。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 いっぱい出てきますよ。倒す。倒した。はい、先に進みます。いよいよボス戦です。マッチョなお化けが出てきますよ。いやー、お化けなのに元気。さあ来い。で、倒し方なんですけれど、まずグイジを出します。
で、ぐいじ進ませてあげます。で、ここら辺でちょっとあの水が出てくるんで、待機しておいてください。で、ルイージにして、ボールを吸ってあげる。で、ボス分けでできたら、ボールで当てる。ぐいじ進ませる。で、この柱のところでちょっと待機。はい、グイジにして回転。はい、これで水が引いていきます。すいません、ゲームが下手でごめんなさい。まだ倒せません。ルイージ戻す。で、プールの底の方に移動してあげます。で、こいつには、ボールを当てまして、サングラスを吸う。ストロボを吐いて引っ張ってあげる。倒す。すみません、無駄にグイジ出しちゃった。やりました。また押し方としては、ボール当てる、サングラス吸う、ストロボで、スラムという形になりますね。はい、14回のボタン手に入れました。はい、というわけで、見事ボスも倒すことができましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。